1947年の阪急ブレーブスでは、1947年シーズンの阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西村正雄監督の4年目のシーズンである。この年から、球団名にニックネームをつけることが義務化されたため、阪急軍も解消し、阪急ベアーズとして再出発した。しかし、オープン戦が始まると連敗が続き、投資の世界では、 ベアは弱気相場を表す言葉であるので、再解消が検討された。複数の候補から開幕までに、ブレーブスが選ばれ、1947年シーズンの開幕を、阪急ブレーブスという名称で迎えた。これに伴いユニフォームも変更、白地に、エビ茶色で、ブレーブスと書かれたユニフォームが採用された。前年負け越しながらも8球団中4位と A クラス入りを果たし、 それ以上の躍進が期待されたがチームは開幕から不振で4月を1勝7敗の借金6で、オエスターとダッシュに失敗。5月以降は、盛り返すも前年優勝の難解や、中日や阪神が主位を争い、阪急は苦戦を強いられた。成績不振の責任を取る形で6月22日から西村監督が辞任し、浜崎真嗣が選手権人の監督に就任。 浜崎新監督の下、チームは7月以降ようやく反撃開始し、8月に12勝5敗1分と大きく勝ち越して借金を返済。10月11月を6勝10敗と負け越したが、最終的に貯金一致で巨人の反撃を振り切り58勝57敗4分で2年連続の A クラスを勝ち取った。チームは優勝の阪神に7勝9敗1分と検討し、 2位の中日に9勝8敗と勝ち越し、3位の南海にも8勝9敗と検討したが、それ以外で貯金できず8位の金房氏に10勝6敗1分と勝ち越すのがやっとだった。ありがとうございます。